リーパリタ石井です。はい、小林です。はい、というわけで今回も、3月9日発売のダブルブレイズより新カードを使った対戦をしていきます。今回第3回はね、はい、もう大体いつものパターンですと小林さんがですねユニークなデッキに来るパターンが多いですがガチで来ると。今日はちょっとガチでやろうかな。どちらも今日こそ勝ちたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、僕が使うデッキはドンカラス GX です。相手のポケモンの道具とスタジアム、あとは特殊エネルギー、すべて使えなくしてしまうというすごい嫌がらせをする特性を持っています。これを使って相手をロックし続けて勝とう、そういうコンセプトのデッキです。今回が使うのはテラオチ&マシュマロ GX デッキです。こちらですね、チャンピオンズリーグ2019千葉公認大会でもかなり活躍していたデッキでして、優勝デッキとは、ね、若干内容は違うんですけれど、他の対ポケモンが一切入っていないっていう構築は一緒です。今回ね、おそらくですけれど小林さんは多分タッグチーム GX を外して残りのポケモン GX から戦ってくると思うんですよ。つまりおそらくですけれどペルシアンかドンカラスで来ると思うんで、このデッキにね、ダブル無色エネルギーが入っているんで、無力な策と改造ハンマー入れて、マッタの癖とかアセラも入れて、がっつり耐久すれば、勝てるんじゃないかなと、ちょっと思いまして、今回はマジで勝ちに行くためにこのデッキをやりました。やってみます。スタート。一緒に行きます。闇カラスかじゃあ引きます。はい、じゃあまずは使いますよ、闇なし。はい、うわいきなり進化かー、はい、ドンカラスに進化できるポケモンがいるので、はい、持ってきます。ドンカラス GX、 はい、で進化するとはい、そこで使います。で、ラチョがします。はい、で、ミカーボール使ってはい、ここ2枚トラッシュします。はい、闇カラス持ってきます。はい、で、ジラーチがダメですね。そうですね、はい、スケールボードをジラーチにつけてはい、スマキをドンカラスデッキにつけます。はい、なるほど、ここエネルギーが引けるかどうかはちょっと大きなポイントかもしれませんね。はい、ダブル無色エネルギーをなるほどドンカラスデッキにつけます。はい、バン終わります。はい、次行きます。カイドハンマーです。じゃあ1枚はい、まあね、スマホイッスル1枚引いて、はい、ブルブルですね。はい、なるほど、ネットボールとネットボールとブルー、はい、そのネットボールを使います。はい、エネルギー加えます。はい、で固めます。はい、エネルギーをつけます。ブルーは8マークでスキーボード。はい、そしたらつすぎジェットパンチ。はい、セミカラスのパンチ。はい、はい、どうぞ。いきます。ハイパーボール使って、はい、2枚トラッシュします。はい、ドンカラス GX 持っていきます。はい、進化させます。はい、ドンカラス入ります。はい、ダブル食エネルギーをつけます。はい、ではあ、アンフェア来る。ジンクスだ。どうぞ。ブルーの探索と、はい、アセロラですかね。アセロラをトラッシュしてもらいます。はい、いきます。ジンクパッチです。はい、あ、で今度はジガンチの30。はい、はい、じゃあ1枚いきます。はい、エネルギー使います。はい、うん、大丈夫です。で、アクエネルギーをドンカラス GX につけます。はい、2枚引きます。はい、3枚引きます。いやー、ちょっときついかなってけど、じゃあフェザーストーム使います。はい、メジャーダメージです。またベンチに GX がいたらそのポケモンにも3枚。そうですね、はい、今回ないんでね。はい、ふわっ、アクセネルギーで、はい、ジェットパンチで前に30のジラジラチかな。はい、引きます。エミカラス出します。はい、エミカラスにアクエネルギーをつけます。はい、フェザーストームで90ダメージです。はい、180です。はい、はい、マンタの薬。おーなるほど、ジャジマ。ジャジマ。はい、4枚。はい、ジャッジマンホイッスルで、はい、1枚いきます。結果までかな。お、はい、ジェットパンチ。はい、ベースはじゃあジラシ倒します。はい、はい、はい、じゃあ1枚引きます。はい、ダブルシーズ使います。はい、2枚引く。しょ、
をドラッシュします、はい、ドンカラスチップスにアクエネルギーをつけます、はい、でスタジアム食い尽くされた原野をします。おそれでドンカラスの100ダメージです。はい、返事なし。はい、いきます。1番。はい、何の自力だな。ヘロータルマスデン GX を出しまして、はい、草エネルギーつけまして、ハートパンチで30で2クラス乗せます。なるほど、どうぞ。引きます。はい、よいしょ。ダメージ使います。はい、2枚。ポン、ダメージトラッシュします。はい、ブレスリパス使います。はい、トラッシュにあるカプテルジェクトを手札に加えます。はい、ドンカラスジェクトになります。はい、アクエネルギーはドンカラスジェクトにつけます。はい、ほうほうほう、カプテルジェクト出します。マンダタッチ。はい、シロナ持ってきてそのまま使います。はい、ラストームで100ダメージです。はい、30ダメージを、はい、ヒロちゃんマッシュブンジェクスに、はい、いきます。どうぞ。えい、アセロラ。アセロラ回収して、はい、前に出てきて、ヒロちゃんマッシュブンジェクス出しまして、はい、サインユキヘッドボール、サインユキを加えます。はい、でジャックパンチして30、ドンカラスに30で、はい、はい、どうぞ。引きます。はい、ダメージ使います。はい、2枚引きます。はい、こっちと足します。はい、これで押します。ブラックマーケットプリンス。うわー、マジか。なんてこった。これでなんてこった。ラックエネルギーがついているラックポケモンが出てしても、サイドは、はい、1枚取ります。はい、ダブル無色エネルギーをガラス X につけましょう。はい、フラストも使います。90ダメージと、はい、後ろのペロチマシグにも30ダメージです。ユチアを使います。はい、ライフフォレストプリズムスターとレザミンプリズムスターを、なるほど、はい、加えます。はい、で、草エネルギーを後ろにつけて、ジェットパンチで前に30倒して、はい、動かすか。はい、ですです。はい、1枚しか取れない。ブラックマーケットは厄介だ。はい、はい、引きます。はい、どうぞ。ドンカラスにアクエネルギーをつけます。はい、カラストームで90ダメージです。はい、90だから210か。はい、で、ここに30。はい、いきます。セネギ1枚をつけまして、はい、で、ここはジェットパンチで、はい、ドンカラスを倒します。でも、ブラックマーケットプリズムスターが出ているので、サイドは取られない、はい、じゃあ僕の番です、はい、1枚引きます。マーシャドウ出します。はい、スナブレナブレをつけて、うわー、きつい。山田に手札を戻してください。ドンカラスを出します。はい、そしてエリカの話で2枚引きます。はい、どうぞ。アクエネルギーを闇カラスにつけます。はい、フェザーストームです。90ダメージ。後ろのエロジマスグにも30ダメージです。はい、で、ケースです。はい、ついにケース。3枚取ります。サイド逆転された。アセロラが強かった。はい。冒険のカバンだった。冒険のカバンを使います。はい。冒険のカバンを使って、こだわり鉢巻きと、こだわりメットを加えます。とりあえず圧縮をしていきますよ。はい。はい、で、ポケキは 3.0 で7枚引くと。はい、7枚見ると。はい。7枚見て、ウザミユキの方が使います。はい、はい、で、カットお願いします。はい、エレガントソウルに190ダメージで倒します。1枚しか取れないですね。はい、じゃあ、カラスを前に出します。はい、いきます。はい、ドンカラス X に進化します。やばい、まだ来たか。アクエネルギーをドンカラス X につけます。はい、そして、こだわりにつけます。はい、いいのを使います。はい、3枚引きます。終わります。よしよしよしって1枚引きます。動かすぞ、ブルーの探索。スタムキャッチャーと、おぉ、ブルーにしよう。はい、はい、スタムキャッチャーを2枚使って、マシャドウ、マシャドウ、はい、あー、もう夜の支配者がこれで、はい、無効化されてしまいました。で、フラデラボですね。そうですね。はい、じゃあ、ブラックマーケットプリズムスターがホストゾーンに、一応、こだわりメットをつけておいて、効果ないけど今ジャックパンチですね。はい、1、3、30、はい、どうぞ。
じゃあ1枚引きます。はい、僕はダブル無色エネルギーを確定的につけて、はい、番割ります。1枚引きます。はい、ブルー反則。おカスタムキャッシャー2枚そのまま使って、ドンカラス GX を、はい、呼び出します。はい、エレガントソウルで190ダメージで倒しまして、はい、2枚取る。よしこれリーチやじゃあ確定 FGX を出します。はい、ができることはエネルギーをつけて、はい、なしかわいく120ですね。はい、1枚引きまして、グズマネお、マーシャドウ、マーシャドウを呼び出します。はいで、いきましょう。ビーストゲーム GX 50ダメージで識別です。はい、1枚取って勝利です。いい対戦でしたね。ちょっとギリギリだったアスロートマンタなんとか耐えました。はい、というわけでね、ドンカラス GX のデッキを見せてもらいましょう。はい、はい、というわけで今回はドンカラス GX デッキを紹介してもらいます。はい、はい、これはどういった動きをしていくデッキでしょうか。そうですね、やはり、はい、対戦でやってたように特性用の支配者、支配者、はい、相手のポケモンの道具とか、はい、スタジアムとか特殊エネルギー、やっぱ強いものがその3つって多いので、はい、そこをロックして戦っていくデッキです。ですね、バトル場にいる限りなので、はい、さっきみたいにカスタムキャッチャーでベンチポケモンと入れ替えられてしまったりするとそのロックも外れてしまうという、はい、ことはありますけど、そのロック能力を生かして戦っていくデッキです。なるほど。で、GX 型ですね、このアンペア GX という、はい、いや強かったですねこれ、はいはい、相手の手札2枚トラッシュしてしまうという GX 型なんですけども、はい、これをもうちょっと使いやすくするために例えばこのマーシャドウ、はい、アグレカブレという特性とか相手の手札を減らしてから GX 型を打つと相手の手札がもう2枚になる、2枚になると、しかも見れてしまうので、はい、好きなカードを除外してしまうという動きが強力です。あとはブラックマーケット、はい、相手からスタジアム出せないのでずっとこのサイドを1枚取られるのが少なくなるのを押し付けられる、強かったですねその動きも、はいはい、というわけで、こんな感じでねポケモン GX もね非常に強いというところで今回のね、ダブルブレイズ3月1日楽しみにしてください。今回は以上です。また次回。